はい、はい、再開です。お疲れ様です。パート7ですね。1日7個撮るってなかなか、ね、結構よね、最近にしてはね最近にしてはね、やってますね。昔はね、一晩で10パートとかやってたよ ね、 若かったけどねじゃあ続きをやっていきましょうか、ね。はい、またもう手長星人を倒したと思ったら、なんだっけ、ケツダブル星人なんつった星人ケツダブル星人、ケツ二つ族だね。ケツ二つ族が襲ってきたので、これ消しとくか。でもさ、右だよね、ケツ。右だね、ケツ二つ星人がいるのがね、うん、右の下の階にいるね。だからちょっとライトはつけていても大丈夫。ノームだ、逃げちゃった、ね、ここは届かないかな。無理ですね、届かないね。届きそうだけどね。あ、あ、レバーあるね。レバーある。左は、ここは、あー、開かないね。開きそうだけどね、頑張ればね、うん。で、左も無理。レバーだね、じゃあ。レバーだね。レバー行きますか。行きましょう。こことかなんかあったりしない？ドゥエッ！ダメです。ないですね。よっと！おー。おー。開いた。開いたね。戻れなくなりました。え？降りてるね。エレベーター？うん。エレベーターなんだ。ただ鍵がどこにあるかだよね。やっぱあそこの鍵なのかな？絶対鍵持って戻るでしょ、あっちに。あれ？あ、ここ戻ってきました。ね、そういうこと？マジで？今チェックポイントのセーブマークついたね。ね。やだわ。手前は何もない。あ、かわいい。かわいいね。俺。女の子だからね。いる？川崎は。いない。いないね。左かい？鍵。左はなんだっけ？左さ、でも、なんもなかったような気も。あんま探してないんだっけ、俺。いや、でもないっすよ、これ。ないっすね。そんなミルクの缶みたいなの持っててもしょうがないしね。トイレットペーパーか。まあ、ちょっと探索してみますかね。お、引ける？ダメか。うん、そこから右行ったらケツダブルがいるもんね、もう。ケツダブルいるね。本当にケツダブルなのかどうかはわかんないけどね。トイレ、あ、あ、来た。来た。来たね。でもあいつ俺がいるって気づいてないから。うん。ミスってないよね。でもこれじゃあね、繰り返しじゃないですか。ね。鍵どこにあるんだろう。ここかな、これは。あ、開くかい、そこ。開かない。お、やばいやばいやばい。やばい。マゴマゴ。あ、やばい、来ちゃうな、来ちゃうな。あれ、いや、嘘。バレてない、バレてない。嘘。いや、でもケツ二つありそうだぞ、こいつ。わかんないけどね。ケツ二つあんだろうね。大きさ的には間違いなくあるよね。左と右にそれぞれ穴があるの。あるね。うん、じゃないとあのトイレの形状ないよね。うん、おい、行きますよ、じゃあ。行きましょう。左じゃない、右。あ、やばい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 。ごめんごめんごめん。やばいやばいやばい。は？むせてるだけでしょ。むせ、うってなってるだけ。そうそう。でもよく戻すから。戻さない。そうなんだ。サービスしすぎだろサービスしすぎだろ、さすがに今ね、すごい我慢したんだ俺やばい、今咳しかないなと思ってこの流れはやばい、自分で言ってる手前にこのタイミングだけはダメだと思ってダメだったダメだったねちょっと無言で耐えてたんだけどそうか、それはもうカットバットだったな , 笑わすのやめてくれこれは何、これは何、あ、魚の頭、カマが落ちてんね。おお、取っちゃったよ、俺がカマ取っちゃったよ。カマ取ってどうすんだよ置くよこの辺かな、引き出しがあるよ。ほう。
半数してる。また？また俺じゃねえ。そういう意味じゃねえ。これかな、これかな、これじゃない？どうすか？開く？開かない。そっちは？うん、ダメだ。これでこの部屋にあったらさ、さっきわざわざ上から左行った意味ないよ、うん。そうなんですよ。石鹸。石鹸の中に鍵が。滑るね。滑るね。ないぞ。やっぱここですか。奥エレベーターですね。奥行っちゃうとダメだよね。この辺さ、実は、なんか乗って、あ、これさ、乗れる？もしかして。乗れるやつある？どこに乗ろうとしてるの？石鹸。滑るだろ。トイレットペーパー乗れなかったもんね。トイレットペーパー乗れなかったね。石鹸はまだ試していない。おっ。ほっ、ダメだ。ダメだね。奥にあったりする？お、お、あ、これの中に鍵が。痛い！大丈夫？怪我するよ、これ。これ？もう左のドアは？奥。開いてるやんけ。ですよね。なんか寝てない？嘘。いびき聞こえるで。これ？これ新しい。これがもしかしてケツダブル星人？ケツ、ケツダブルの片割れじゃない？ケツダブルの片割れ？あれで半分だったああ。うわ、なんか金玉みたいなのが、ぶら下がってますよ。なんで楽しそうなの？いや、だって、形状がもう、パフマンみたいなね、感じですね。そうね。これ、起きるかな？大丈夫？鍵ある？鍵っぽいのある？そう、登れないの？かわいい。いや、あ、お、あ、鍵だ。あったよ、これは。あ、やばいな、これ、俺が落ちた音で起きるよ、絶対。頑張って。でも、もうルート分かってんじゃん。エレベーターでしょ、これ、絶対。そうだな。落ちたら、持って、持って持って。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。え、え、起きた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 。起きたね、鍵。持ってる、持ってる。あ、やばい、電気が、電気が。エレベーター、エレベーター。分かってる、分かってる。むすったぞ、あいつ。ほら、踏めそれ。ケツダブルだね。ケツダブル、あいつ。シェフの帽子かぶったまま寝てんだな。でも、ちょっと分かった気がするぞ。あれね、逃げ切るの無理だね。鍵を持って。だから、やり過ごすんだ。多分、俺が鍵を取るまでは、あいつは起きないんで、電気つけてても。ここかな？ダメか。ベッドの下とか入れないの？ベッドの下かなぁ、やり過ごすとしたら。隠す場所っつったらベッドの下が定番だからね。どうせあいつ手短いからベッドの下届かないよ。じゃあ行ってみます。はい、ね。最初エレベーターで降りたとき、ここ見てないもんね。見てない。お、いいじゃん、いいじゃん。電気つけて。いいね。いいね。もしかして目見える代わりに耳聞こえてねえんじゃね？今鍵落とした。鍵、鍵は。邪魔なものがある。やば。やべ。どこ行ったあいつ。行く？落としないよ、もう。ね。エレベーターの奥まで行ってくれ、あ、エレベーターの奥じゃないや。ここ直線で、うん。ずっと奥まで行ってくれてるんだったら、エレベーターには入れると思うんだけど。いる？いる？落としてるね。見渡せるかい？お、大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃない。よし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 。行ったね。行った行った行った。抜けた。ナイスナイスナイス。これで、鍵うまく持って入れればいいけどね。鍵。先に入れる無理か。行くよ。ほっ。あ、やば。来たね。鍵。ナイス。よし。いいね。来ねえなあいつ。本当だけど。他もうもしかしたらノームだ。ノームってことは二人いるんじゃない？二人。
明らかにいますね、2人。もうこの先で2人になってる気がするよ。物陰に隠れるぞ。頼むぞ。これで俺また上の階からやり直すの嫌だよ。あれ奥に行った。右行ったんだね。どう、2人いる？見えん。2人いたように見えたな。一匹確認できましたが、一匹だね。いいですね。こいつらうんこするときは二人で一緒にするのか。知らないよ。いけんじゃね？いけいけいけ。ダッシュダッシュ。あ、ノームのバカ。ノームも結構過酷な環境で暮らしてるよな、あいつら。他のとこにいればいいの。これ音するよね、俺。音はするだろうね。音するよね。お、うまーい、うまーい。奥行ってほしいな。これ R2 は押しっぱなしでやってるんでしょ。押しっぱなし今。こっち来るときにあいつは半数するから。えうって。爆笑ポイントだな。おい、そっちかい。これで左の部屋行くっしょ。行くかな。よく分かってんな、あいつの心理が。行くぞ。あ、走れないの？走っちゃって大丈夫か？じゃないかな。やばっ。バレた？バレたけど間に合え、間に合う、間に合う、余裕。よし。この距離で息切らしてるぜ。よし、いいぞ。セーブ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 。どこに滑り込んでんだ。やられた？やられた？やられてるね。どっからだ？どっから？鍵開いたどっからだといいな。え？どこ？え、どっから？え、でも鍵開いてんじゃねえ、これ。そこノームいない？ほんとだ。ノームかどうか知らんけど。それ持っておとりにしようぜ。なるかどうか。鍵、うわあ！鍵そこなかった？鍵そこあった？と思う。なるほどね。これ何なの、ノームは。ノームも実績？もういた。あ、これ。ノーム救出？救出かな。これやると。多分ね、ノームついてくんだよ。ほんとだ。バレてる。閉められた。ノーム無視でいいかい？いいよ。ノーム邪魔だよな。あ、でもノームいなくね？瓶なくなったで。ほんとだ。これ何？ノームの死骸じゃん。ノーム死んでるで。ノーム死んでしまった。まあ、いいや、もう。忘れよう。そのね、奥に鍵が、それを鍵じゃん。鍵だ。だ、また鍵開けるとこからだよ。まあ、それだったらね。まあ、バレちゃダメなのか。結構強行突破で行っちゃったもんな。うん、いや、バレてねえか？俺やってみていいかい？別に鍵持っても走れるんでしょ？鍵持っても走れる。 R にはずっと押し続けないといけないね。お、気づかれずに、気づかれずに、でかちゃん、ここで気づかれちゃうのかな。ちょっと大丈夫か。ウインナー、ウインナー、奥はいけない。ウィンナー、まな板乗せないと。押せないね。押せも引きもしない。あいつが来るのを待つのかな。来た来た来た。あ、あ、わかった。ん？その、右、右、右。右？右にね、通れるところが。あ、落ちてしまった。ライトつけてない。これかい？どれ？
どうやって捕まんの？あ、こうか。結構来たな。おガミさん操作で抜けてしまいましたね。うまいっすね。これ、ソーセージミキサーぽいね。ソーセージミンチマシーンだね。ウィンナーか、ウィンナー。あ作りたいっすね、ウィンナーね。ウィンナー一回作りに行きたいっすね、みんなで。何の話をしてんの？ウィンナー作っていいっすか？もうできてる。これをこう、あっ。そうだね。できてるウィンナー。マシンに入れても。回すんじゃない？回す？あ、なるほどね。どうやって回すんですか？ R に。こうか。これ、なんかなってっかい？あ、右上、プルプルプルってなってるよ。右上？うん。なんかなってるかい？なってるよ。材料が足りないんじゃない？材料が足りないんだ。材料入ってないんだ。ケツダブル星人をそこに突っ込めば。いいね。出てくるよ。あー。いつまで俺操作したらいいの？変わろうか、うん、登れないっす、ここ回す方向逆だったっていうのはない？これ、うん、俺さっきそっち向きに回したんだけど、逆には回せんの？逆は無理だね。回せないんだ。それ回してなんかすんだろうね、このレバーに。あ、そんなとこにあったんだね。落ちてきたね。落ちてきた。これはなるほど。でもこれをウィンナー作ってどうするの？出てきた、出てきた、ウィンナー。あ、ウィンナーいくつも作るんじゃない？で、あのロープみたいにして、それにぶら下がる。そんなバカな。あ、もう出てこない。え、マジで？でも、ウィンナーだよね、絶対。絶対ウィンナーだよ。もっと出せる？それ。もう出ないね。これ何？お、は？何してる？何どうなってんの？わお。つける。これウィンナーの材料落とすんじゃないか。なるほど。これか。持てるそれ。お。わ。押すんだ。押すんだね。いやー覚えてないもんだね。全然。これやるかい？いや、いい。いいや。今日の収録終わったらまた予習してくるわ。ここに。なるほどね。置きまーす。他にも材料ある？他は、あ、でもこっちに行けるね。あ？え？手前にカンテラあるね。つけよう。ファイヤー。あと、ゾウもある。ゾウもあるね。壊せーと、トゥエー。何の意味か全然わかんない。わかってないですけどね。これだけか、じゃあ。ゾウとカンテラがあるだけの部屋か。ってことじゃない？隠しかい。上ダメか。これ開くの？どうやって来たっけ？こっち。あ、それか。奥はどうですか？あ、あ、こっち順路もしかして。あら？あ、ネズミだ。あ、ノームが死んでるぞ。あー、またやられてんのか。これどうやって行くの？手前来れる？いい。でもなんかあっちっぽいね。あのアングルちょっと思い切りすぎじゃない？いや、無理じゃない？ネズミ？あの、すごいレバーっぽいのある。レバー？だ。いや、こう素直にソーセージ作ろうや。そのようですな。あれ、この辺見たっけ？これ見てないですね。上とかはね。あ、そのちっちゃい肉も落とせそうじゃない？ここにぶら下がれそう？お、お、いいね。いや、すごいね、俺。ね。お、お、いいね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 。おーい。これもか。やる。こんなもんすかね。二つだけか。これで二本できるってこと？多分。一回戻るか、じゃあ。まあ、来るのは簡単そうだったもんね。いやー、手間がかかるな。んで、ギミックが多いね。ギミック多いね。ウィンナーギミック。で、材料をビチッってやって、ぐるぐる回すと。
おっ、ピチッ、2つ。いいね、いいね。そしてトゥルトゥルトゥトゥルトゥル、おおおおおお、ほら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 、できてきてる、できてきてる。わお、これでいけそうだ。これでほっ、イエーイ。いやー、これこれはブチ切れるでしょう。ほっ、あ、ああ、でもまあまあまあ奥行きね、そういうことだね、課題の奥行きですよ。いけそう、いけ、ナイス。マジでサスケじみてきたな。すごいよね。俺だったら絶対無理だわ。うん、無理だね。肉体が全盛期に戻っても無理だ。最初のスタート地点でずっと待つっていうことしかできないな。スタート地点で待ってたら来るのは手長だぞ。手長来るかな、そこまで。ん、おお、まだ肉が冷蔵庫いないよね。あのケツだけ星人は、ケツだけ星人だっけ。ケツだけ星人。そんなにあいつ自体はケツを強調してないんだよな。頭に金玉つけてるけどね、たまたまだね。あれシェフの帽子だよね、きっとね。シェフ帽だよね、コック帽っつうの。うん、ここはこれ入れそうですけど、入ってみますか。入りますか。入りました。終わり。終わり。あ、まあ覚えとこう。これはやり過ごしポイントじゃないですか。来そうですね。来そうですよね、完全にね。ここは鍵ですね。鍵だ。鍵か。鍵と奥はエレベーターかい。ここ違うかな。ほら、あ、エレベーターだね。うん、どうするかな。終わっとっかい。30分か。終わっとこう。一回じゃあ区切りま、次回までにちゃんと思い出してくるわ。うん。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。